あの2000万円するあの現代美術あるでしょ、木の先に。それこれですか。それ芸術、現代芸術ですよ。2000万するんですか。2000万円ぐらいするって言ってましたよ。誰かいないのかな、ちょっと人数してみて。これちょっと撮ってもらわないとあれですね。誰に撮ってもらいますか。あの歩いてくるやつに撮ってもらいますか。あの歩いてくる人に撮ってもらいましょうかね。え、なんかみんなどこ撮ったんですか。工学部の桜の下とかですか。やっぱあっちの方が綺麗ですかね。ここ冴えませんもんね。桜みたいなのが咲いてる。じゃあ桜の下に行きますか。いやー、どうでしたか学校生活は。楽しかったです。楽しかったですか。無用でした。その1年は特に無用でした。え、特に何。え、すぐ終わりました。無用でした。どうですか。え、どこの配属になったんですか。西です。西ってどこ。東三好町です。え、東三好町ってどこ。三鴨駅とかの匂いです。かっこいい友達です。じゃあ写真撮ってもらいましょうか。南です。あ、またカメラマンの方が。あれ、大塚くん見ませんでしたか。え、大塚くん見ませんでしたか。あの後見てないです。ちょっと大塚くん探してるんですけど、ちょっと3人だと寂しいので。これもうドン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 。あ、大事にしてあげてくださいね。大事にしてあげてくださいね。あ、本当です。これどこで写真撮るのがいいんですか。この、ここちょっと光が弱くないですか。桜の方、桜というか、あっちですか。はい、花の高かったですよ。じゃあ行きますか。レフ板持ってきたらよかったですね。サハラ先生呼びますか。サハラ先生挨拶しない私。サハラ先生か、あれですね、誰だっけ、松本くん来てレフ板持ってきてもらえばよかったですね。意味わからないだろ。っていうか松本くんじゃなくて、あいつは大塚くんはいないんですかね。大塚くんこっちで見てないですよ。さっきちょっとこっち来ようと思って撮ろうと思ったんですけど、あまりにも人数が多すぎるから絶対記録に残せないと思って。これ絶対中止しても意味ないじゃん。あ、そういうことか。みんな見ましたか YouTube。 めっちゃ見ましたよ。配信見ましたよ。あれどんな感じだったんですか。なんかよくわからない、あれ東條くんじゃないの。東條くん元気にしてんの。違う、あの髪の毛の色が。からあれ違う。あ、よかったちょっと若干あったら気まずい雰囲気が。じゃあ、あ、本当だ、綺麗に咲いてますね。あ、いいやん、いいやん。一緒に入んなくていいですか。あ、これ誰か、そう、たくさんいるじゃん、たくさんいるから人が。じゃあちょっと待ってください。はい、はい、でも来てて行きます。はい、さて行きます。どういうこと。ありますか。はい、行きます。全身で入ります。どうなんですか。特ポンはどうなんですか。大丈夫ですか。特ポンはどうなんですか。なんかすごいカメラマンっぽい人いますよ。そこに撮ってもらえますか。あれ趣味の人ですかね。それともオフィシャルな人なんですか。あれ趣味っぽいですね。本気の人ですね。写真部ですか。いいですね。いや、わかんないですけど。じゃあ卒業の感想をそれぞれ。あ、私さっき喋ったんだ。喋ったよ。できましたって。あって。大丈夫だったんですか、いろいろ。大丈夫じゃなかったです。頑張ります。4月から頑張ります。なかったらすぐ頑張ろうね。すぐ言ってきてください。あ、でも送ってないわ、卒論。送らなあかんですかね。え、卒論そういうの僕に聞かないでください。だってなんか言われそう。同じ系やな。送らなくて大丈夫です。
送りたくないです。いや、まあまあ、まあ、そこは自由でやってください。はい、今日はいい天気でよかった、はい、誰かあの会いたい先生とかいないんですか。ああ土屋先生ぐらいですね、みんなね。土屋先生会いたいですけど、一番会いたい、うん、渡辺先生は挨拶させていただいて、内藤先生もツーショット撮ってきたよ。あ、内藤先生いいんですか。内藤先生多分覚えられてる覚えられてますかね。いや、覚えられてると思いますよ、ニコイチで。ニコイチで、はい、内藤先生があのいい女子2人を矢部ゼミに送るからっていうふうにですね、連絡が来たのは2人でしたから。ネパール持ってもらった、はい、日本語やん。してネパールやって、さすが内藤先生、大きく見えますね、これ写真なんか。私がちっちゃいんですかね。そっか、先生、髪切った。あ、なんかこと、あれ、北野って同級生なの。そうです。あ、そうかそうか、それで、海外行ってたからずれるから詳しいのか。これよく分かってなかったです。じゃあ北野さんと、まあ、会ったら許して北野かと思いましたけど、違う人でした。いや、みんな綺麗に撮れますね。やっぱこれ iPhone 高いのにしとかないとダメですね。そうです。SE じゃちょっと限界が限界があります。11以降ですね、やっぱり11以降がいいです。で、内藤先生に送ってあげてください。あ、わかりました。わかりました。おめでとうございます。あっち行く。ありがとうございます。これ男子は何ですか。男子いるか。うちの男子は何してるんですかね。帰っちゃったんですかね。ああ、大塚くんと会えないまま終わってしまいましたね。え、会わなかったんですか。さっき写真撮った時、大塚くんいませんでした。いや、いたいた。だから今 LINE したんだけど、あ、どうでもいい、三好先生が今歩いてますよ。誰ですか。あれ、あのマスクしてるおっさん、三好先生です。何の先生ですか。三好先生は科学です。三好先生ちょっと知られてないみたいで、何の先生ですかって聞かれたんで、え、三好先生何の先生だって聞かれたんで、ちょっと矢部チャンネルの YouTube で自己紹介お願いします。有機化学の先生です。あ、そうです、有機化学です。ちょっと離れてしまったんでね、寂しい感じですが、はい、またなんかおかしかったから。大丈夫です、東大でです。山口先生と同じです。山口先生と同じです。優秀なんですよ。いやー、なんかいい感じだな。でもこの春の牧歌的な感じで、卒業式は楽しかったですね。あ、大塚くん、もうナルトに、大塚くんナルトにいるって言ってますよ。でもダメ、大塚くんやっぱダメですね。じゃあ終わります。あんまり撮るとちょっとあれ。